ムハンマド・アリー朝は19世紀初頭からおよそ150年間にわたってエジプトを支配した王朝。中エジプト・アルバニア人非正規軍の隊長、ムハンマド・アリーがオスマン帝国主権下で総督の地位を獲得したのに、始まり、イギリスによる占領、オスマン帝国の形式的な主権からの離脱を経て、エジプト革命によって王政が打倒されるまで続いた。緑と薄緑が、 ムハンマド・アリー朝の半と黄緑、斜線部分が一時的な占領地、ムハンマド・アリー朝を創始したムハンマド・アリーは、ゲギリ車両北東部、マケドニア地方の港町カバラで、軍司令官活商人でもあった父の下に生まれた。ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍のエジプト侵攻時、これに対抗するために、オスマン帝国が長母、派遣したアルバニア人非正規軍に、 将校の一人として参加した。信仰に伴う戦乱状態を制し、1805年にエジプトの住民によってエジプト総督に推挙された。エジプト州はオスマン帝国支配下の州でありながら、長らくマムルークラ在地の有力者による実行支配を受け反独立的状態にあったが、オスマン帝国の承諾を受けて、正式に総督に就任したムハンマド・アリーは、 マムルークを撃滅して、エジプトの支配権を全面的に掌握し、総督の強力な指導力に基づく政権を樹立して、ムハンマド・アリー朝を実質的に成立させた。ムハンマド・アリーは、軍隊の近代化、土地の国有化による輸出向け農業の振興、ヨーロッパの技術を導入した工業化などをイスラム社会における近代化政策をオスマン帝国本国に先んじて推進した。 彼のもとでエジプトの国力は急速に増強され、軍事的な衰退著しい創始国オスマン帝国に、代わって1818 18年にはワッハーブ派がアラビア半島に起こした第一次サウルド王国を滅ぼした。1820年からは南のスーダンに侵攻し、スーダン北部をエジプト領に併合する。1821年には、 ギリシャ独立戦争が本格化するが、オスマン帝国はこれを独力で鎮圧することができず、エジプト軍の来園を求めた。独立阻止の目的は、失敗に終わったこの戦争で、エジプト軍はナバリノの海戦で大敗を喫するなど、大きな犠牲を払ったが、ムハンマド・アリーは出兵の代償として、オスマン帝国にシリア地方の行政権を要求。これが果たされないと1831年。 1839年と二度に、渡ってエジプトトルコ戦争を起こして、オスマン帝国に反旗を翻した。エジプト軍はシリアからアナトリアまで侵攻して、武力でオスマン帝国にシリアの支配権を認めさせたが、エジプトの強大化を警戒するヨーロッパ列強の介入を受け、1840年のロンドン条約によって、 ムハンマド・アリーの子孫によるエジプト総督の世襲権を認める代償としてシリアを放棄させられた。この世襲性公認をもってムハンマド・アリー朝が正式に成立したと見る向きもある。シリア出兵の挫折はエジプトの近代化、不国強兵の限界をあらわにし、また列強がムハンマド・アリーに迫ってオスマン帝国が各国と結ぶ不平等条約に基づき違い方権の承認。 関税自主権の放棄、国内市場の開放を実現させたために、エジプトは列強の経済的植民地化の道を歩むことになった。国際貿易に市場が開放されても、エジプトは豊かな農業生産力によって莫大な産出を誇る面下が経済を支え、エジプト政府主導による近代化改革路線は型を変えて続けられた。19世紀半ばには土地の国有廃止が行われて、 地主性が浸透し、エジプト経済は、面火農業の利益に支えられて、繁栄を極めた。また同じ時期、親、ヨーロッパ的な二人の総督、サイード・パシャ、イスマー・イール・パシャのもとで、スエズ運河が建設され、列強にとってのエジプトの経済的、軍事的な重要性がさらに高まった。だが、極度の面火輸出への依存は経済を、モノカルチャー化させ、 それに伴ってエジプト経済は外国の景気変動に極度に影響を受けるようになって不安定化した。また、スエズ運河の建設はエジプト財政に過大な負担を強いることになり、イスマーイールによる過度の大火政策に伴う出費と相まって巨額の対外債務となってエジプトに跳ね返った。1870年代南北戦争が終結して、 アメリカ合衆国産の綿花が国際市場に大規模に流入すると国際綿花価格の下落が引き起こされエジプト経済は大打撃を受けた。外債はた叩く間に膨張し1875年にはスエズ運が外車株をイギリスに売却することを余儀なくされた。借金は国庫の45%に達し翌1876年エジプト財政は破産し 財政部門は、債権者である列強の管理下に置かれることになる。しかし、エジプト財政の破綻は1881年、近代化政策に伴う、軍隊、学校、マスメディアなどの発達がもたらした新しい、社会階層による、エジプト史上初の民族運動を呼び起こした。エジプト生まれのアラブ人将校、アフマド・ウラービー大佐を指導者とし、 ウラービー革命と呼ばれたこの革命運動はエジプト人のためのエジプト王体、オスマン帝国やトルコ人などの外来者を中心とするムハンマド・アリー朝の高官による政治支配やヨーロッパ列強諸国による経済支配を打破し、外国支配を排除して立憲制と議会解説を要求し、将校のみならず宗教指導者、農村や都市の有力者たちを広く巻き込んだ。 国民運動に発展した。しかし運動が、ウラービーの陸軍大臣就任、憲法の制定に及ぶと、エジプト財政を支配する列強の介入を招き、1882年に、イギリス軍がエジプトに上陸、革命を打倒した。これと、同時期に、スーダンにおいて、マフリー戦争が勃発し、スーダンはエジプトから、マフリーの支配へ移行した。イギリスはウラービーを、 正論島に流し、エジプトを軍事占領下に置いた。スエズ運河を通じて繋がったインドを植民地とするイギリスは、大英帝国の生命線であるエジプトの掌握に最新の注意を払った。イギリスによる軍事占領の下でも他の列強諸国の権益が排除されたわけではなく、オスマン帝国の総資権とムハンマドアリー朝の政府を温存する一方で、 イギリス領事やイギリス人顧問などによる諮問委員会を通じて大きな影響力を確保した。1914年、第一次世界大戦が勃発し、オスマン帝国がイギリスと敵対するドイツ・オーストリアら中央同盟国の側に参戦。すると、イギリスはエジプトにおける権益を守るために、エジプトの保護国家を宣言。オスマン帝国の名目的主権からエジプトを離脱させた。 これによりエジプトは正式にイギリスの植民地となったが、大戦後の1919 19年には民族主義者による大規模な独立運動が起こった。独立は失敗に終わるが、保護国支配の限界を理解したイギリスは方針を転換し、1922年にエジプトの独立を認め、エジプト王国を成立させた。しかしエジプトは独立を達成したとはいえ、 イギリス人の保護や軍事、通信、運輸などの分野で、イギリスの特別な権利が保留され、また、エジプト経済のイギリスへの依存は依然として深く、独立はほとんど名目的なものに過ぎなかった。翌1923年に憲法が施行され、エジプトはムハンマド・アリー朝の国王を君主とする、立憲君主制に移行する。これ以降のムハンマド・アリー朝は、 ヨルダンやイラクのハーシム家と同じように、列強によってオスマン帝国に代わる中東の政治体制として成立させられたアラブ諸国体制において、イギリスの意向を受ける支配者側の体制として存続することとなった。立憲君主世紀のエジプトでは、1919年の独立運動時に独立を求めた民族主義運動派がサードザグルールらを中心にワフド島を結成し、 これと、王党派及びムハンマド・アリー長の王家との間の対立が政治を動かした。ワフド党はたびたび内閣を組閣して政権を担い、1936年には来たるべき第二次世界大戦に備えて、エジプトとの関係を改善したいイギリスとの間で同盟条約を結んで、イギリス軍の駐留を縮小させることに成功した。 しかしはフド党がこの条約でイギリスと妥協したことは、イギリス支配の即時打破を目指す人々を失望させ、王政の打倒を含む革命を図る急進勢力の誕生を促した。大戦後の1948年に起こった第一次、中東戦争での惨敗は、王政に対する支持を決定的に失わせるとともに、これまで改革派を主導してきたエジプト国民主義に代わって、 アラブ民族主義やイスラム主義に基づいて、新しい国家体制を求める動きを活性化させた。軍隊の内部でも、カマール・アブドゥナーセルを中心とする、青年将校たちが戦争の敗因を王政に基づく、政治の混乱と腐敗とみなし、体制転覆を狙う秘密結社自由将校団を結成した。エジプト国内の急進的な動きは1952年には、 反外国人暴動に発展したが、王政はこれを収集する能力をすでに失っていた。この混乱の中で7月23日、自由商工団はクーデターを起こし、無血革命に成功した。翌1953年6月18日、革命政権はムハンマド・アリー朝の廃絶を宣言し、エジプトは共和制に移行した。ムハンマド・アリー朝の君主の称号は、 同王朝の国際的な地位の変遷を反映して時代を経て移り変わった。はじめムハンマド・アリーが1805年にエジプトの政権を握った時、彼はオスマン帝国の下でエジプト州の最高支配者の官職であったエジプト総督の地位につき、これを称号とした。ムハンマド・アリーは実力によってエジプトの実質上の王にのし上がっていたが、エジプト総督の世襲が 国際的に承認されたのは、その晩年である。1867年には、第五代総督のイスマー・アイールが、免許収入で得た、巨額の富を使って、イスタンブールの、1914年のオスマン帝国主権からの離脱と、ともに、ヘディーブの称号は、イスラム世界の伝統的な君主の称号である、スルターンに改め、1922年のイギリス保護国からの離脱、 主権の獲得とともに国王となった。ムハンマド・アリー家はもともとアルバニア系ともトルコ系とも言われ、アラブ人が大多数のエジプトにおいては外来者の家系であった。宮廷で話される言葉もアラビア語よりトルコ語が主であったという。ムハンマド・アリーの時代からオスマン帝国から実質上独立したといっても、その権威の源泉は帝国の首都であるイスタンブールにあった。 帝国の滅亡まで、イスタンブール近郊には、ヘディーブの豪華な別邸が置かれ、ヘディーブの一族の多くもイスタンブールに居住していた。中には、イスマー・イール・パシャの弟ムスタファー・ファズル・パシャのように、帝国政府の大臣を歴任した政治家も存在する。君主の継承順位は、総督は、ムハンマド・アリーの男系子孫中の最年長者が、即位するよう定められていたが、 第五代のイスマー・イール・パシャの時イスタンブールのオスマン帝国政府に運動して親から子に相続する制度に改められた。最後の君主フワード2世は1952年生まれで父のファールーク1世が同年のクーデターでイタリアに亡命した結果生後6ヶ月で即位した。しかし翌年1歳6ヶ月で廃位され成長したのは亡命先のフランスとモナコにおいてである。 フワード一世、ファールーク一世、フワード二世。ありがとうございます。